どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、こちら、近日実装となる試練進化モンスターをご紹介ということで、今回試練進化のキャラ情報を来ております。実際に見ていきましょう。まずはヘラニクスがね、今回新しく試練進化いたします。はい。ヘラニクスを試練進化することでヘラになりますということで、性能見ていきましょう。まずは覚醒からです。バインド、スキルブースト4つ、冬、10強3つ無効貫通にボイス持ちです。はい。まあ、火力自体は普通に高いですね。これ冬10強3つ無効貫通なんで、まあ、最低限の火力持ってくれていて、まあ、スキルブースト4つ持ちになっております。はい。で、まあ、3属性は闇、火、闇となっていて、まあ、当然ながらね、上限解放とはつけれないの、超覚醒もないし上限解放もつけれないので、まあまあそんなに火力特化にする必要もなさそうだけど、まあでも冬10強3つ無効貫あるのは偉いですね。で、スキルです。スキルはなんと15ターンスキルとめっちゃ重いですが、その代わり1ターンサブの上限値が70億、悪魔タイプの攻撃力が2倍、敵の残り HP が 30% 減少となっております。はい。まあ、そうですね、このやっぱスキルに関しては周回特化って感じですかね。これでサブの上限70億解放できるので、まあ、ゴリゴリ1ターンだけ火力出すことができますし、まあ、それこそヘラニクスも同様に火力を出せますし、それに加えて悪魔タイプの攻撃力が2倍、敵の残り HP 30% 減少を持ってくれてるのでグラビティとしても使えると。それこそ試練進化したゼウスいるじゃないですか。あいつもまあグラビティかつね上限解放で強かったりすると思うんですけど、マジであんな感じの使い道になるかなと思っていて、でまあグラビティ運用としても使えるのてか、まあグラビティ運用で使えるので、まあ、グラビティスキルとしてはもちろんのこと、上限解放スキルとしてエンハンスとしても使えるのは偉いかなと思います。はい。リーダースキルは指が5秒延長で10コンボ以上でダメージを軽減、攻撃力が40倍、固定値ダメージ、悪魔タイプの HP が 3.2 倍です。まあ、リナスリーに関しては HP3.2 倍軽減持ってるので、まあ、耐久値もまあ最低限悪くはないですし、指5秒延長もあってね、40倍固定値ダメージもあるので、まあ、76円はちょっと厳しいけど、まあまあまあ、使えなくもないくらい。まあでも正直使うならサブですかね。うん、って感じになると思います。はい。試練ヘラはこんな感じ。いじめちゃう。いいね。演出したらやっぱりめちゃめちゃかっこいいですね。まあ、なんでヘラ合わせてあげてね、周回とか攻略とかいろいろ使えるのかなと思います。はい。という感じがヘラでした。さあ続きまして、なんとネフティスの方もこちら試練進化いたします。見ていきましょう。ネフティスの方も見ていこうと思います。いきましょう。こちらはエジプト市ネフティスです。試練進化の詳細は本日夕方ご案内予定ということで、多分夕方にねネフティスとかヘラとかの強化情報も来るのかなと思います。はい。で、性能がこんな感じです。バインドスキブプラス封印闇列3つ、10強超つなげし2つに枝豆ボイス持ってくれてます。はい。まあ、超つなげし2つ10強なんで結構火力高くないね。マジで早川秋みたいな感じで10強超つなげし2個で火力出せるし、枝豆も持ってて、まあ、普通に強いですね。あと単純に可愛いですね、やっぱ性能が。性能じゃない、ごめん、見た目が。ネフティスはもともとね人気高いキャラなんですけど、試練進化して、まあ、これはめちゃめちゃ人気出そうなキャラですね。めっちゃ可愛い。で、まあ、火力自体も出せるので、で、3属性持ちで闇、闇、光となっております。はい。で、スキルに関してなんですが、2ターンの間、自分の攻撃力が2倍、上限値は50億、ロック解除し、上段2列を闇ドロップに変化、全ドロ強が4ターンです。あーもうこれ、鬼舞辻無惨の時代が来ちゃったってことなんだよね、これね。まあまあでも普通にあれですね、あの4ターンで使える生成なんですけど、無効貫スキルとかはついてなくて、まあ、その代わり自身の攻撃2倍上限50億ロック解除生成全ドロ強って感じになってます。はい。無効貫持ってないんでどうしてもちょっと使いづらさはありそうですけど、まあ、その分ね3属性持ちで上限50億火力出せるのは偉いし、なんなら副属性闇に変えてあげて火力武器つけてあげてね、それこそ光電武器とか、まあね、ガンビット武器とか、まあ、ゼノシルバーとかつけてあげて10強2つ超つなげし2つに、まあ、上限50億2ターン解放、自分の攻撃2倍、上段2列闇節電ドロ強みたいな使い道すればかなり強そうですね。まあ、ただ無効貫通対応が必須っていうところと、まあ、何かしら超つなげしの相性のいいキャラが出るまでは、まあ、そんなには活躍しないと思いますけども、まあ、ただ周回で使えそうな性能にはなりましたしね、普通に優秀だと思います。リーダースキルは闇8個以上消してダメージを激減、攻撃力35倍、固定500万ダメージ、神タイプの HP が 1.1 倍です。なんか試練進化って大体ね毎回の傾向として弱くはないしぶっ壊れチート最強ではない強キャラっていうイメージなんですよ。ちょうど環境でいうところの、まあ、上位 20% みたいなイメージぐらいに入ってくると思っていて、普通に強いけど、まあ
最強ぶっ壊れないし弱くもないみたいな感じになると思うんですけど、まさに今回のキャラたちもそんな感じで、ネフティスもね、まあ、超つなげ自殺実況の火力はあるしね、生成も悪くないんですけど、まあ、その分4ターンスキルと生成がすごい使いづらいので、まあ、そこがね結構なんていうの調整になってるのかなと思います。いやせめてこれが3ターンスキルであるとかね、あとはまあ無効貫通がついてるとかだったらねめっちゃ楽しそうだったんですけども、まあさすがに4ターンで生成上限解放は強いんですけど、まあそれでもめっちゃ実用的に使うかって言われたら現時点ではそんなには使わなさそう。まあだから本当に闇の超つなげしで相性のいいキャラが出ればかなり活躍できそうな感じはありますけどね、そこ待ちって感じかな。性能的にはすごい悪くないと思うので、本当にまあそこが実装されればって感じだと思います。はい、ニフティスのスキル使った時の映像です。可愛いからって油断しちゃダメ。すごいな、めちゃくちゃ手込んでますね。これはすごいよ、普通に演出がなんかすごいね。試練進化のキャラってやっぱこのエフェクトはすごい凝ってあるので、可愛いからって油断しちゃダメ感じの性能だと思います。はい、まあ、個人的にはもうちょっとねなんていうのぶっ壊してもそれはそれで楽しそうだとは思ったんですけど、まあさすがに普通のガチャキャラなんで、まあ限界的にこんなもんかなと思います。はい、なんでまあ周回においては活躍してくれそうな、かなり強いと思いますよ。まあだからあれですね、あとはまあブラックさんは、ブラックさんが2ターンスキルになればいやブラック嘘です。まあでもブラックさん強化が来たりとかね、まあでもネフティス4体ループも面白そうよね。リーダーにさ、なんていうの、まあ、それこそイナとか詰め込んであげてね。いや、なんかいろいろ使い道ありそう。いや、イナってごめん、学園徳川かとか詰め込んであげたりとか、なんかいろいろ使い道ありそうな感じして、面白そうな性能してますね。っていう感じになっております。はい。まあ、これ、あと夕方に追加で情報が来るっぽいんですけど、まあ多分試練進化の条件とかが来るだけだとは思うんだけども、あの僕が地味にちょっと気になってることが2個あって、まず1つはやっぱヘラニクスの強化やね。ヘラニクスが地味に強化されるんですけど、まあ、ゼウスバースの時もちょっと強化入ったっけなんか、まあ、ヘラニクスの方もね、まあ、強くなればすごい嬉しいので、まあ、ヘラニクスの強化来てほしいなっていうのと、あとネフティスも確か、まあ、本家でもまあ使われてはないか、まあでもなんかね強化もねちょっと期待はしたいですね、という感じになっております。はい、まあそうですね、ネフティスの方はかなり超つなげ姿勢で面白そうなんだけど、まああとはヘラに関してはまあ使いどころがすごい難しいんだよな。上限70億、悪魔タイプの攻撃2倍、これ HP30% グラビティ、いやめちゃくちゃ使いどころはすごい難しいんですけど、まあ、まあ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 、なんかそれこそですよ、ゴーテンパーティーにヘラ詰め込んであげて、まあなんかボス階層でグラビティで使うみたいな方法とかが取れそうなんで、そういうので攻略の幅も開かれそうな感じはしますね。まあ、という感じが試練進化情報でした。また夕方追加情報来ると思うんで、それ来たら動画にしていこうと思います。じゃあ今回の動画は終わりになります。チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。